はい、こんにちは。本日はこちらやっていきたいと思います。コロコロ1番の12月号こちら開封して付録などなど見ていきたいと思います。お目当てはポケモンのダブル付録、ガブリアスのアルティメットトレッタとポケモンカードオーベムブレイクがついてます。あと妖怪ウォッチの付録とかもちょこちょこあるので、それもまとめて見ていきましょう。では開けていきます。ハサミ、ハサミがない、ハサミちゃん、あれさっきまであった瓶、あ、これか。まずはこれ、また別冊いつもついてるゲーム大好きギャグブック、別冊でこれがちっちゃな冊子がついてます。漫画書いてある、ギャグ漫画書いてあるやつですね。そして、冊子には妖怪ウォッチのメダルが当たる銀剥がしがついてます。これは後日やりたいと思います。カードの、ポケモンカードの情報とか、あとは XYZ の新シリーズのアニメですねの情報とかが出てます。よし、じゃあ付録を開けていきましょう。妖怪ウォッチとポケモン付録だけみたいですね。妖怪ウォッチはダブルポスター10大ミッション見つけるにゃんと、ビッグポスターの赤猫白犬のでいいのかね、読み方、28体完全討伐、まずは、10大ミッション見つけるにゃんのポスターですね。なんか探せるようになってんのかな。あ、ヒントを、これだ、ヒントを参考にしてこの妖怪がこのポスターの中にいるみたいだから探してみようっていうやつですね。そして裏面がこれ、バスターズですね。妖怪ウォッチバスターズの赤猫団と白犬団の、ビッグボス28体完全討伐ポスター、ボスの詳細が、バスターズのボスの詳細が書いてあるポスターでした。はい、そして次はポケモンの付録で、こちらはコロコロ1番限定オリジナルメガ進化トレッタのガブリアスです。うん、なんかトレッタもね、実際に買ったことはないんですけど、付録でいっぱい、付録とかイベントでもらうやつがあって、ちょっと始めてみたいと思って売ってるんですけど、なかなか手が出ずみたいな感じですね。今度やってみようかなと思います。こちらがガブリアスのトレッタでした。はい、そして今回の本命はこちらオーベムブレイク、こちらのカードですね。では先行か衝撃か分かんないけど、どっちかに入ってた、オーベムを見てみましょう。はい、まずリグレイオーベムから見ていきましょう。まあリグレイはこんな感じで自己暗示で10ダメージ、次の自分の番、このポケモンが使う自己暗示のダメージはプラ20される、あ、プラ20されると。まあリグレイこの辺はいいですわ。で、問題はオーベムですね。はい、問題はオーベムだね。これに重ねてオーベムブレイクを使用することができるので、この技も使うことができると。はい、オーベムはブレインバレット、これで相手のポケモン1匹にそのポケモンについているエネルギーの数かけ20ダメージ。あら、あとはサイケ光線50ダメージ。相手のバトル場のポケモンを混乱にする。はい、まずリグレイオーベムから見ていきましょう。まあリグレイはこんな感じで自己暗示で10ダメージ。次の自分の番、このポケモンが使う自己暗示のダメージはプラ20される。あ、プラ20されると。まあリグレイこの辺はいいですわ。問題はオーベムだね。これに重ねてオーベムブレイクを使用することができるので、この技も使うことができると。はい、オーベムはブレインバレット、これで相手のポケモン1匹にそのポケモンについているエネルギーの数かけ20ダメージ。あら、あとはサイケ光線50ダメージ。相手のバトル場のポケモンを混乱にする。そして、これがブレイクに進化しますね。HP が90から130に上がります。で、技がコスモサークル、自分の場のポケモンについている
超エネルギー、エスパーエネルギーを好きなだけ選び、自分のポケモンに好きなように付け替えると。まあ、ゴルダックもそうでしたけど、ブレイク系は付け替えの効果が多いですね。まあ、ミュウツーのデッキを組みましたが、まあ、実際に見た感じでは、まあ、使うことはないのかな。ただ2段進化でエスパーエネルギー3つで100ダメージ与えられるということで、まあそこそこいいかなとは思うけど、現在はまあ入れる予定はないです。ここにコロコロ1番のロゴ、そしてここにプロモ189かな、はい、XY プロモの189番と入ってます。はい、では今回はこちら、本日発売になってますコロコロ1番12月号、こちらについてる付録を見ていきました。今回はこのオーメムブレイクのポケモンカード、プロモのカードが欲しかったのでこちら購入しました。地域によってはもう少し発売日が遅れるとこもあるみたいなんですけど、まあ欲しい人は見かけたら買ってみてください。ブレイクのカードはなかなかまだ数が少ないので、こういったところでゲットしないとなかなかブレイクを使う機会というのがないのかなと思うので、ぜひ購入をしてみてください。では本日もご視聴ありがとうございました。